はい、今日は壁紙パテということで、こちら壁に断熱の壁をつけたんですが、大工さんが壁を平らにしないで帰っちゃったので、自分で壁を平らにしていくということですね。この板の上に壁紙パテを塗って平らにして、その上に壁紙を貼るという工程になります。ただ、ちょっとこの壁紙パテの説明書きを見ると、シーラーですね。シーラーっていうのは、このパテが壁につきやすくなるという下処理剤ですね、を塗ってからやるということですが、まあちょっとめんどくさいので直接塗っていきたいと思います。どうなるかわかりません。はい。パテが落ちると大変なので、このカバーを貼ってから作業に取り掛かります。はい、一応このような感じで下にパテが起こっても大丈夫なの。はい、ではパテを塗っていきたいと思います。これ一応チューブタイプなんで、少しずつ出しながら使っていくという感じのようです。はい、とりあえず休憩します。明日かな、次の作業は。はい、とりあえず。ちょっと全体見るかな。はい、全体こんな感じです。